1922年、大正11年8月27日から1998年、平成10年5月19日は、日本の政治家。議会は、ジュニー。君党は、君位党。滋賀県議会議員、2期、滋賀県議会副議長、第45代、衆議院、議員、12期、防衛庁長,長官、第32代、科学技術庁長,長官、第31代。 行政管理庁長官、第44代、通商産業大臣、第44代、外務大臣、第115代、内閣総理大臣、第75代、自由民主党国会対策委員長、自由民主党総裁、第13代などを歴任。平成の内閣総理大臣で学士の学位を持たない、唯一の人物である。1922年。 大正11年8月27日、滋賀県安郡森山町、現、森山市に、宇野町寺、森山市長、宇野正蔵の子と民子の長男として生まれる。家は作り坂屋、酒町、荒町で、前人の竹下に似ている。明治以後の政治史では、地方名簿家と呼ばれる階層が重要な役割を演じ、中でも酒造を家業とした者が多い。 佐藤栄作、池田隼人、金丸真、井出一太郎ら。宇野の聖火は、地元の町年寄りを務め、祖父、正蔵は、森山町長を2期務めるなど、地方政界では知られた存在だった。また、叔父、宇野豊蔵は、教科書出版社、実況出版の元名誉会長だった。百二十九年、昭和四年に、旧姓、吉見神城小学校、 現在の森山市立吉見小学校に入学。うのはこの頃から成績が良かった。絵もうまく少年クラブに漫画を送ってよく当選し、この頃に乗馬も覚えた。同年に同調吉見に新設、開館した映画館大黒座に通い始める。1935年昭和10年に滋賀県立八幡商業学校。 現滋賀県立や幡商業高等学校に入学。商業学校時代は映画に夢中になり、また剣道を始めるようになった。1940年、昭和15年に、彦根高等商業学校、現滋賀大学経済学部に入学し、2年生の時に全国高渉剣道大会で初の全国優勝に導いた。宇野は外交官を目指して、 1943年、昭和18年10月に、旧正神戸商業大学、現、神戸大学に進学。しかし2ヶ月後に、学徒出陣となり、戦後のシベリア抑留を経て、復学せずそのまま中退した。1943年、昭和18年2月1日に、学徒出陣により、鶴ヶ連隊に配属された。うは、主刑試験を受けたが、当初は、 成績が悪かった。三重の津連隊に一時文献後、5ヶ月間、満州の新京経理学校で主継将校として訓練を受けた後、12月に主継将尉として朝鮮北部の連武裏連隊に配属された。1945年、昭和20年の終戦後、8月23日にソ連軍により武装解除され、4日後に朝鮮の戦国収容所に入った。 ソ連の船に乗り、10月7日に、ナホトカに上陸して、マラザ収容所に入所した。それから、宇野は2年間ソ連に抑留された。1947年、昭和22年7月28日に収容所から、出所、10月15日に帰還船、ノブヒロに乗って帰国して、抑留生活を終えた。1948年、昭和23年11月に、 自身の抑留体験を綴った、タモイ東京、故郷、東京に、帰るの意を出版。この本は1952年、昭和27年に、安倍豊によって、私はシベリアの捕虜だったというタイトルで映画化され、大きな反響を呼んだ。故郷の大黒座で死者が行われた際には、上映に関与し舞台挨拶を行っている。1949年、 昭和24年2月22日に、裏千家十三世縁のお人志戦喪室の名、広瀬千代と結婚。なれそめは、シベリアに抑留されていた、広瀬の兄の帰還を、北の天満宮に祈願していたことからだった。宇野家には、嫁入りした妻は、旧姓と共に本名も捨て去るしきたりがあり、千代も結婚後は、広子の名を与えられ、宇野の首相就任まで40年間。 宇野ひろを名乗った。1947年、昭和22年に、森山市、当時、安郡森山町の商工会が初めて行った、会長選挙で、商工会長に当選し、芝居などの企画を手掛けた。1951年、昭和26年4月に、滋賀県議会議員、安郡選挙区で、初当選した。最年少で森山町から2番目。 最初は、祖父、小蔵の当選だった。宇野は、最初に自由党に入党したが、民主党の森幸太郎が、知事になると民主党に入った。1955年、昭和30年にトップ当選で2期当選し、5月21日に、県議会副議長に就任した。1956年、昭和31年3月24日に、県会選出の教育委員となった。 1958年、昭和33年の第28回衆議院議員総選挙で、自由民主党の候補として初出馬するが落選。宇野は河野派、春秋会に入る約束をしており、河野一郎が選挙の応援に訪れていた。選挙後、河野に支持することが認められ、単身上京して河野の議員秘書となった。1960年、 昭和35年の衆院選挙で再び出馬した。河野派は宇野を自民公認に押したが、東が県連の支持が得られず、無所属で立候補した。宇野は社会党の西村関一に次いで2番目の得票で当選した。当選後、11月25日に自民党に入党した。1961年、昭和36年に、 自由民主党青年局部長となった。日本海外青年法主体を構想し、局長の竹下登と共に、インドパキスタンや東南アジアを歴訪して、青年海外協力隊発足に尽力した。また、自民党青年憲章を制定し、青年の家を創設した。1966年、昭和41年8月1日に第一次、佐藤内閣。 第二次改造内閣、第三次改造内閣で、三木武夫通商産業大臣の下で、通産政務次官に就任した。1967年、昭和42年の選挙では、初のトップ統制を果たした。1968年、昭和43年に河野派を引き継いでいた、森清の死後、森派から中曽根派に合流し、 若手議員だと佐藤栄作首相の再選に抵抗した。1974年昭和49年11月に第二次田中角栄内閣第二次改造内閣で防衛庁長官として初入閣した。宇野は防衛庁長官として第10用丸事件では海難事故で炎上した石油タンカーを撃沈する指令出した。この内閣は29日で終わり、 離任式で、宇野は国を守る防衛長官がどうしてくるくる変わるのかと話した。1974年昭和49年12月に田中角栄に代わり、三木武雄が自由民主党総裁に就任すると自民党国会対策委員長に就任した。まもなくロッキード事件が発覚。野党から必要な追及を受け、国会対策委員長の仕事は、 非常に多忙であった。1976年、昭和51年に、福田赳雄内閣で、科学技術庁長官に就任した。うのは、科学技術庁長官として、日米原子力交渉を担当、各燃料特別対策会議を開き、議長となった。うのは、核拡散問題担当大使らと交渉し、9月には、首席代表として、訪米、 協定に調印したスミスはうのを、はっきりものを言う初めての日本人だったと評価した。1978年、昭和53年12月7日に、自民党候報委員長に就任した。1979年、昭和54年に、第二次太平内閣で行政管理庁長官に就任した。行政管理庁長官として、 特殊法人1割削減を計画。その計画において、各大臣を大臣室に呼びつけるが、省庁幹部が大臣の代理で大臣室に来ても面談を拒否をする徹底した政治主導を行い、計18法人を整理した。1982年、昭和57年の自由民主党総裁選で出馬した中曽根康弘の代表世話人となった。 中曽根が総裁に当選すると自民党幹事長代理に就任し、1983年昭和58年1月の中曽根の法官に同伴。6月に山中貞則が病気により通産大臣を辞任すると公認に就任した。通産大臣として貿易黒字、貿易摩擦の対策に取り組んだ。中曽根大臣に伴い、 竹下登を後継総裁に指名する中曽根の最低分を官庁代理として発表した。1987年昭和62年に竹下内閣で外務大臣に就任した。リクルート事件発覚と消費税導入により支持率が急落した竹下登首相が1989年平成元年4月25日に辞意を表明した。しかし、 ポスト竹下と目されていた、安倍晋太郎、宮沢貴一、渡辺道良自民党の有力者は軒並み、リクルート事件に関与していたため、身動きが取れず、川本敏夫は、参考規制経営危機問題から敬遠され、さらに、伊藤正義や、田村元、坂田道太、後藤田正春からも断られて、後継の総理総裁選びは難航する。そこで、主要閣僚の中で、 リクルート事件との関連性が薄く、総理総裁任期を満了した、中曽根の派閥ナンバー2であり、サミットが近かったこともあり、外相であったうのに、白羽の矢が立ち、うのが急遽後継総裁に擁立されることになった、竹下裁定。6月2日、うの外相は、自民党両院議員総会で、全会一致にできずに、異例の、既立多数で、第13大自民党総裁に選出される。 自民党史において派閥領収ではない。自民党総裁は宇野が初めてであった。鈴木善光は就任当時こそ派閥領収ではなかったが、間もなく派閥領収となっている。1989年、平成元年6月3日、宇野内閣が発足。党三役の経験もなく知名度が低かった。うのだけに、就任当初はメディアで、 宇のについて紹介する特集が組まれたこともあった。閣内には、リクルート事件と関係の薄い人物を優先的に登用し、クリーンな内閣というイメージを作ろうと奔走する。宇の内閣発足直後の同年6月4日、中華人民共和国で64天安門事件が発生し、うのは竹下内閣が決定した第三次演尺館を凍結する一方で、外務大臣、 三塚博史と共に中国の孤立はさせないとサミットで主張して他の西側諸国と距離を置きサミット前にも対中制裁反対派慎重派の中曽根康弘鈴木善光竹下東本首相と会談した総理退任後の1990年5月7日に宇野が訪中した際にも中国の指導者江沢民からこのサミットでの対応に感謝されている しかし、この急増内閣も、宇の自身のスキャンダルに足を救われることとなる。宇野が、首相に就任した三日後に、サンデー毎日、毎日新聞が、神楽坂のゲーの告発を掲載し、宇のの女性スキャンダルが表面化。当時のサンデー毎日の編集長は、鳥越俊太郎だった。はじめは、国内の他のマスコミは、無視したが、外国メディアに、セックススキャンダルが、 日本のうのを直撃、新ントンポスト市等と掲載されると、それが引用される形で、日本では大となった。1989年、平成元年7月の第15回参議院議員通常選挙は、従来の3点セット、リクルート問題、消費税問題、牛肉、オレンジの輸入自由化問題に加え、宇野首相の女性問題が争点となり、 さらにいわゆるマドンナブームがとどめを刺し、自民党は改選議席の69議席を大幅に下回る36議席しか獲得できず、特にカズトクでは3勝23敗と惨敗。参議院では決闘以来初めての過半数割れとなる。これ以降2016年に至るまでの間自民党は参院選後の単独過半数を確保できてなかった。翌日、宇野は敗北の責任を取り退陣を表明。 会見での、名教失意の心境でありますとの言葉が有名になった。当初はここまで敗北したからにはが、結局同年8月8日には、自民党両院議員総会で、川派の万頭閣であった、海部都市議が新総裁に選出された。宇野の総理在任期間はわずか69日、日本政治史上4番目の短命内閣に終わった。その後自民党最高顧問に就任したが、 1996年、平成8年の第41回衆議院議員総選挙に立候補せず、政界から引退した。また、1995年、平成7年11月に森口加工と共に、初の森山氏名誉市民に表彰れた。1998年、平成10年2月から、体調不良となって、通院を繰り返し、5月18日に、 滋が県立成人病センターに入院。翌5月19日午前11時4分死去。死因は肺がんであったが、怖がりの本人には知らされなかった。今何時だが、最後の言葉だった。同年7月18日に、県立体育館で、県民層を、9月13日に、市民ホールで、森山市名誉市民、元内閣総理新行宇野総介氏を忍ぶつどいが、 開かれて市民ら1,100人が参加した。平成期に総理大臣を務めた政治家としては最初のぶっこ者となった。2002年、平成14年11月30日に森山市市民ホールで、宇野の銅像の除幕式が行われた。2003年、平成15年の第43回衆議院議員総選挙では、女性の宇野治が自民党公認で、 宇野の地盤であった市が3区から立候補し、比例復活で初当選した。だが、2009年の第45回衆議院議員総選挙で落選後、政界復帰することなく2012年に政界引退を表明した、同時に自民党、市が3区総支部長も退任、後任には竹村天英が就任し、竹村は2012年の 第46回衆議院議員総選挙で初当選した。閣僚時代の評価としては、政策研究大学院大学准教授の本田正俊氏によると、閣僚としての右脳には、二つの見方が残っている。一つは憲兵族くに振る舞うばかりで、自ら汗をかかなかったというものである。例えば行政管理庁長官時代には、単にふんぞり返っていたとの評判がある。その一方、 リーダーシップを発揮しながら内閣の重要課題を手堅く処理していったとの評価もある。官僚を相手にせず全閣僚を順次呼びつけ、バカにしちゃいかんぞと怒鳴りつけながら18の特殊法人を整理したというエピソードもる。実際、大平は宇のの手腕を叩いた,たという。総理時代の評価は在任期間が69日と短かったこともあり。 多くの評者が評価不能としている。同じ文人政治家としても、信仰の深く、福田、竹下両内閣で共に閣僚だった、石原慎太郎。後に、東京都知事日本維新の会代表は、私自身はこの人事には密かに期待したものの一人だった。宇野氏とは、個人的にも親しく、大楽で、文人気質のこの人物が思いがけぬ状況の、所詮として、総裁。 総理になったことで、この国の政治家のイメージが少しは変わってくるのではないかとも思っている。残念なことに、女性問題で、宇野氏は苦境に立たされ、短命に終わったが、もしあの政権が続いていたなら、党の中にもある大事な変化があり得たのではないかと思っていると述べている。なお、福田内閣で、宇野は科学技術庁長,長官、石原は環境庁長,長官としてそれぞれ入閣し、 11年後の竹下内閣でも、宇野は外相石原は運輸省に就任した。宇野内閣で防衛政務次官に抜擢された鈴木宗男、現、新党第一代表は、宇野さんは外務官僚から歴代外務大臣で一番手がかからないと言われたほど、国会答弁など完璧にこなす勉強家であり、宇野内閣が短命に終わったことは、 日本の政治にとって不幸だったと述べている。塩田潮の著書、大いなる影方針大義士秘書の栄光と挫折によると、うのは政治家秘書出身としては初めての首相だったという。しかし、当時現役だった政治家秘書からは嫌われていた。うの自身の秘書時代と比較し、秘書を叱りつけたりしたからである。秘書たちは、うのさんは、 選挙の谷間の腰掛けで秘書をやっていただけ、いずれ政治家になる秘書と、秘書として、生涯を終える秘書とを同列に論じないでほしいと、にがりきっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。